どうもロシングルです。さあ、ジャーニー続きをやっていきましょう。雪だ。ずっと砂漠だったから雪はなんか新鮮ですね。ああ、もう力尽きたん。力尽きちゃったよ。しょうがない。歩いていこう。ふう。砂漠からの雪だから体が言うこと聞かないんじゃないの？さあ、これは？あ、やっぱ凍ってたんだ。力を分けてくれ。すまねえ。少々お力を。貸していただきたい。なんか消耗が激しくない？多分文字の消耗が激しい気がする。気のせいかもしれないけども、気のせいだね。全然優雅に飛んでるよ。さあ、おっと、誰か来てくれたね。いや、あれはやべえ、あれに襲われるのだけは勘弁願いて。ご勘弁。シソンヌのやつじゃん。さて、お、呼んでるね。まあまあ、待ちなさい待ちなさい。僕の布がね、今空っぽなんでね、お腹ペコペコなんで、ちょっと休んでいきませんか。さあ、これは一体、ファファファン。うわ、これはなんだ。いや、と、どう、力湧いてきた？ありがとう、こっちも力湧いてきたよ。うわー、これはこの影に隠れろってことだな。さて、と、風吹きそうだね。なるほど、ここで風をシュイファンファン。さあ、風が強くなる前にこっちに急ごう。さあ、お互い声を出して激しまし合おう。全然たまらない。どういうこと？さあ急げ、力尽きる。このままじゃ力尽きる。急げ急げ急げ。よしよしよし、ギリギリだ。ハモったね今。さあ、ふわースタ。この奥か。ありがとう、といたしまして。 You're welcome。 で、お墓だ。一体何だってんだ。しかし、まあ相方さん優しいですね。ずっと付きまとってくれて嬉しい。さあ、ふう、よかった。君も元気になってよかったよ。で、あ、この子を解放しながら行くわけだな。はい、そうそうそう、おいで、怖がなくていいよ。なんだこれ、こんなもんか。出てこないのかな。おっと、なんか左の方から叫び声が。月だ、月が出てるぞ。はい、ちょっと待ってて。はい、さあどうぞ。ここ落ちたら終わりとかそういう感じ。ゲームオーバーパターン。いたやつだ。名前わかんないけど恐ろしいね。あいつにだけは見つかりたくない。マフラーもげちゃうからね。やっべえ、なんか歩みが遅い。と、飛べ。スタ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 、頑張れ。
登れ。ふう。で、お互いこれでエネルギーをチャージし合いましょう。ふう。いいですね。これはなんだろうね。マニ車、松明、灯籠、なんだろう。わあ、あったかい。あ、布が力を分けてくれた。ふう、温まる。行こう。体は温まった。あとは前へ進むだけだ。勇気を持って行こう。おいで。怖くない。あれ、帰っちゃった。なんてこった。まさかの一人旅。たけー。よし、行くか。せーの、そい。ほい。てやー、溶けろ。この声を届いてくれ。溶けろ、溶けろって叫んでる。あらら、相方が力尽きちゃった。それともここまでということか。おいおい、大丈夫か。きついね。寂しいね。うわー、つらい。ここに来ての一人旅、歩みが遅い。くー、寒い寒い寒い。あいつだ、あいつだけは許さんぞ。くー、寒い寒い寒い。ああ、雪中行軍の八甲田さんのようだ。八甲田さんという映画見たことありますでしょうか。だいぶ古い映画ですけども、こんな感じですよ。本当に隠れる場所のないね。さあ、やばい、声も出なくなってる。こんなことがあるんだね。ここの中を通っていこう。やっべ、見つかる可能性がある。やばい、隠れる。いやー、うっそだろ、壊された。箱ごと、くわー、まずい。ボロボロだ。もう飛べない。飛ぶだけのマフラーが残ってない。やばい、あと1回食らったらもう本当に首に何がついてるかよく分かんない状態になっちゃうよ。首に何かがついてるだけの人になっちゃうよ。うーわ、やばいよ。もう文字ないよ、ここらへん。ご勘弁。シソンヌ大好きか。さあ、ちょっとちょっとだけぬくもりを。助かった、ありがとう布たち。うーわ、怖え。どこ、どっち行けばいい。こっち、そっちは何もない。大丈夫か、こっちかな。あの飛んでるの助けに来てくれねえかな。頼む、このままじゃ、このままじゃ本当にもうダメかもしれん。ううう、はあ、少しだけ半分ぐらいまで減っちゃったか。何もない。そんなことはないか。ってことは、すいません、一回戻ろうか。あっち文字あるな、きっと。あれ文字の方じゃない。あれ、飛んでないのに文字のエネルギー切れちゃった。っていうことは、ということかというと、寒さで文字のエネルギーが消えたということかな。
この先文字あるかな。あ、ホラー穴だ。はて、どっちが正解なんだ？わからぬ。まあそんなこともはやどうでもいい。生きてここにたどり着けただけで幸せ者だ。おいら幸せだ。ここは一体？タペストリーか。さあ、この物語の行く先を教えてくれ。何も語らない。多分山登れってだけかな。わ かるのは。ここから伝わるのは山登れってことだね。いやー、これは厳しい戦いになってきたな。やーべえ、いるわ。で、飛び降りろってわけじゃないよね。いや、これはちょっと白いからわかんないけど、多分違う気がする。やっぱ裏に行かなきゃダメか。これはここを見るためだけの場所でしょう、おそらく。くそー、マフラー本当に半分以上えぐれたね。あれイベントかな？イベントにしてもすごい嫌ですよね。嫌だわ。僕だったら嫌だわ。あれ文字じゃないか。くー。文字欲しすぎて幻見てる。八甲田さんだね。本当に。恐ろしい。あ、誰かいるぞ。おーい。あ、誰か。いますか？人だ。相棒がそこにいる。よかった。飛んでるぞ。余裕か。すげえな。ちょ、これは、あいつ、やばいぞ。あいつ低空飛行して探してる。めちゃやばい。これは、どこだ？あいつどこだ？うわー、怖え。来た。ちょ。うわー。え、どういう動きしてる？いや。わあ、いや、逃げれねえ。赤い目に見つめられると、もうマフラーが ハンカチぐらいしかない。ひどくない？いや、ちょ、ダメでしょ。ちょっとだけ。やば。いやー、ちょっと。とりあえず、やつから。これはバレてない状態。とにもかくにも、この。よいしょ。流される。この、やつの目から逃れなきゃいけないようだね。さて、奥に行ってくれればありがたい。もう少しだ。くー、寒い。危ない。ギリ。この屋根の下に入る以外隠れる方法がないんだな。よし、今だ。もうやだよ。もうマフラー先っちょないよ、これ以上。ふう。これなんか反応する？
何もない。くー、つらい。見てるだけで寒くなってくる。これ真夏にプレイしたらよかったな。今のタイミングじゃないね。あかん、なんか追っかけられてる？大丈夫？なことない。視点がどんどん神の視点になっていくぞ。どん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 視点が高くなって、もうすぐ山の頂上か、これは。そしてこれはもしかして、うん、やはりお墓かな。白い種族のお墓かもしれない。ふう、あったまる。ちょっとだけジャンプ。あ、ここか、ここなのか。ふう、パキパキパキ。あー、昆布が。文字はないか。そうだね、しょうがない、それはしょうがない。さあ上まで連れて行ってくれ。せい、もう一回、もう一回上まで連れて行ってくれ。せい。ふう、文字はなかったな。もうこの短さでただただ突き進むしかない。うわー、なんかこう険しい雪山を歩くと絶望的な気持ちになるな。孤独さがより一層しみるよ。はあ、ここが目的地なのか、ここなのかな。うー、寒い寒い寒い。うう、こっちか。手前ではないと思うんだけど、一応ね、文字ありそうじゃん。こういうゲーム、もうマントもフードもすべて、うーぐぐぐぐぐ、寒い寒い寒い。急げ急げ。ふう、あらららららら、寒い寒い。風を防ぐ方法が分かんないな。うわー、流される。どうすりゃいいの。ここ、ここかな。うん、ぐぐぐぐぐぐぐ、違うな、違うね。どうやら急いでこの脇に逃げないと。風が吹き抜けたらすぐ登ろう。なんか結構長い。急げ急げ。さあもうすぐだよ。よいしょ、そういうことね。まっすぐ吹きつけるから横は大丈夫ってことか。急げ。よいしょ、うん、やっぱりここは大丈夫。神様、あれ、なんだこれ、下に来ちゃったぞ。死ぬかと思った。そしているかどうかもわからない神に祈ってしまった。なんだここ。せい、力を、力をお願いだ。せい、あったかい。あー、あったかい。みんなありがとう。こういうクリアの仕方なんですか。いける、いける。うわー、あそこか。なんてことだ、あと一歩なんだな。すげー険しいけど今回は。うおー、とんでもないところに来てしまったかもしれない。今回は残念ながらここで終わりたいと思います。
ただいま山頂の気温、体感でマイナス25度といった感じでしょうか。風も険しく、吹雪も吹いて視界はかなり悪いです。ただスキー・スノボをする際には抜群のパウダー状態かもしれません。皆さんお気をつけてお越しください。では山の上からローシングルがお伝えいたしました。ありがとうございました。アリベデチ。